YouTube をご覧の皆様、バイオリニストのナオトです。よろしくお願いします。今回、もう早速、ゲストということで。普通こういう時ってどうぞっつって呼べやよかったね。まあ、その段取りをせず、呼んでいきなりいいですけど、しまいましたけれども。いきなり言いますけど、はい、はい。東京交響楽団オーボエ奏者の最上隆之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。で、なぜ最上さんをお呼びしたかというとですね、最上さん高級なですね、マイクをお買いになったというのをインスタグラム等々で見たわけですよ。で、演奏者の皆さんなかなかマイクにこだわるとかあんましないじゃないですか。だったのにこの人は珍しく仕事がある時必ずマイク取るんですよね。ああ、そうですね。あれ興味あるから取ってるんですよね。そうそうです。あれ仕事してるぞっていうこと、まあ、そういうわけもなく、まあ、マイクがこうもともとね、かっこいいじゃないですか、そびえ立って目の前に。シルエットとして、ね、そうそう、わーっていうのあれがいいんですよね。そうそうそう。あ、だからあそうだなと思いまして、うん、そしたらご自分で、うん、有名なドイツのメーカーノイマンの67、TLM67、はいはい、TLM67 はですね、うん、U67 の真似して自分のところで格安にしてもう一回ちょっとノイマンが作ってみようっていうね。で、まあ、U67 とよく似た、うん、人工型タイプのコンデンサーマイクでございますけど、はい、まあよくスタジオ行ったらその U67 が置いてあったりとかすることがあるじゃないですか。で、あでもそれ買ったから、うん、どうなのって。まあまあこのコロナのこういう時期でやっぱり家で撮ったりとかあります。もう必要なものになってしまいましたね。はい、もうね、僕も87っていうものを昔ちょっと持ってたんですけど、うんうん、僕の管理が悪かったのかもしれないんですけど、うんうん、ダメにしちゃいました。ダメにした。昔もう十何年前ですけど、はあ、もったいない、だあと思って、はい、それはもうポイしたんです。はい、もったいない、もったいない。でももう使えないわけですから、まあそうですね、もうダメだなと思って、うん、それからね十何年間、まあ、他のマイクで撮ってたんですよ。ほう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 。だから家で撮るっていうのはある程度はやってる人だけど、うん、本番のテイクを撮るのはスタジオ行くじゃないですか。うん、まあ、そうですね、普通そうですね、これもずっとそうですね。なのでまあ家に87いらないよ、うん、だって高いもんっていう感覚だったんですよ。うんうんうん、だけどもこういうご時世になりまして、そうですね、あれこれやっぱ本物持ってないとダメなんじゃねえかなと思って、うんうんうん、買ったんですよ。すごい、とう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 買ったんですよ。高いですよね、87。永遠の話で、うん、まあもういわゆるなんて言いますか、ノイマンの中だともう東の横綱と西の横綱じゃないですか、87と67って。そうですね、ざっくり言うと、うん、そうですね。で永遠にどっち好きとかさ、うんこの曲にはどうみたいなとかってあるじゃないですか。だけどさすがに我々ぐらいのあれだとそれを慣れ祝いと完全にしてるわけではないので、日本買うわけにはいかないじゃないですか。そうですね。で、最上さん67お持ち、はい、私87お持ち、はい、せっかくだから比べてみようっていうね、はい、というのが今回の趣旨となっておりますので、はい、皆さんこうご期待ということで、はい、さあ撮ろうって言ってましたけど、皆さんやっぱりマイク見たいですよね。ならそこから行きましょう。はい、ってことで、じゃーん。一緒。箱一緒。うん、違うの、ここにシールが。ね。ね。うん、シールがね、うん、あるぐらいで。じゃあ、開けましょうか。はい。あ、袋入っちゃった。あ、僕も知りたい。はい、あれは同じく知りかけ。知りかけ、はい、入れないとね、これ大事ですから。ね、うん、はい、じゃあ、丁重にね。はい、丁重に。こうなっております。こうやるだけ。YouTube 的には。そうなんですか。わかんない。はい。よいしょ。これ見えない。あ、ここで見えるか。これでこうハートマークというか、うん、指向性ですね。そう、これでそっちに向いてるんですよって言って、でこれを変えるとこう丸になったりするんです。うん、これ、ね、これは全方向からこの周りの音全部取りますよっていう。それで逆側のこの8みたいになってるのが、
こっちも取れるし、こっちも取れるよっていう。これは僕はね、お尻のマークに見えるね。あ、お尻ね。これ、うん、これ、お尻。お尻、お尻にまあ見えなかんないね、うん。僕はそれにしか見えない。うん、そうですね。それでまあ、いやいや、いいんですけどね、別に。失礼しました。それでここのつまみとかっていうのがあって、これはまあ音量が大きいものを取るときに10デシベル下がるっていうものですね。それでまあこれはそれでこちらのもう一つのつまみの方は、これはローカットっていうの、低いところの帯域をこう自然にマイクの方でカットしてくれるっていうやつです。まあまあとりあえずはローマルでね、こっちこっちですね、はい。じゃあ撮っていきまーす、はい、なんかすごい飲み屋の宣伝みたいになってるよろしくお願いしまーす。さあ、はい、ノイマンの U87 そして TLM67、はい、聞き比べて皆さんいただいたと思いますけれども、うん、いかがだったでしょうか。まあもちろんどっちがいいとか、うん、悪いとかっていうのはあんまりないとは思うんですけど、うん、もうどっちも素晴らしいから、うん、そうですね、あとはもう好みですよね、うん、そうですね。バイオリンに関しては、うん、やはり僕はこう87が好き、うんっていうのが元からもうやっぱスタジオやってた時からもう自分のレコーディングを全部ソロは87で撮ってるんですよ、うんうん、なるほど。で好きなスタジオの決められた87で撮るんですよ、うん、あ、なるほどね、予約入れるんですよ。あ、だからそういうんなぐらい好きなので、あの、まあ、87の音の方があると思ったんですけど、うん、今回も、うんうん、だけど67のもっとこの辺だけでなんか入れ歯が合ってない綺麗さみたいなだと思ってたんですけど、やっぱりモーガミ君も買ったばっかりだし、うんうん、程度がいいとすごくいい艶だなと思って、うん、そうですね。こう覚え的にはやっぱり87のこうきらびやかな感じもあるんですけど、うん、個人的にはこう自分の音には TLM の67の方で撮った音の方がこうほんわかしてくれるというかね、うん、オーボエらしい音でしたよね、うん、いい音ですね。まあ、だからその辺はですね、バイオリンの音は私のチャンネルの方、うん、オーボエの音は最上くんのチャンネルの方を見てみて比べていただけると面白いと思いますけれども、はいはい、いややってよかったですね。よかったですね。いろいろありましたけどね、ここまで来るまで、はい、それはまあじゃあ違う動画でまたご紹介したいと思います、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。じゃあ次回またお会いしましょう。ありがとうございました。